今日は夕方家を出るのに寒いなって感じをしましたが、皆さんお風邪などお召さないようにお気をつけいただきたいと思います。さて今日は、八幡東区の近未来創造セミナーの第2回目になります。前回は人口の推移とかそれから年齢構成の推移とかすごく丁寧なお話を、ずっと伺いました。で八幡東区がどうなってるかっていうところも少しお話が触れていたと思いますが、今日は近未来はどうなるかっていうんで世界はどうなるんでしょう、で日本はどうなるんでしょう、そして北九州はっていうようなそこへ少しずつ突っ込んでいく形になると思います。講師の先生は今日は岡本先生がお話しくださいます。ではどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。この前岩下先生が非常に緻密なデータでこうお話がありました。で今日はですねこれから世界はどうなっていくか、日本はどうなっていくか、で北九州はどうなるかというその予測っていいますか、そういう話をするときにですねもう少しこう大風呂式にですね我々人類ってどんなもんなんだろうっていうことからですね多分話をしなければならんのじゃないかなと。実は日頃はですね私の講演のメニューはこうなっています。現代文明やっぱりですねこの文明の問題が実はあるんです。私たちは私今67歳ですけどこの物心ついてですね5、60年間本当にドラスティックに世の中が変わってきた。でこの先ですね5、60年ってどうなるんだろうって言ったら想像もつかないような話になります。でそういう課題とですねこの間岩下先生がちょっと話したジャパンシンドローム、日本っていうのはどうやって日本症候群っていうのはですね、なぜ世界からこう見られているか、その原因中身っていうのはその日本人の生活がどうなっていくか、あるいはその日本の経済がどうなっていくか、環境資源がどうなっていくか、こういうことをですね日本を見ていたら大体予想がつくと。で日本人がどういうことをするんだろうということを研究対象に全国から全世界からですね研究者とか政策立案者がこう集まってきているという話をしました。でこれに対してですね持続可能な地域づくりハード編ソフト編政策編でこういうことをずっと話しています。ハード編っていうのはですね例えば何世代も続く都市ってどうやって作っていくのか、でこの中でですね一部ですが例えば建物に関しては私たちが法律作りました。私たちといってもあれですけどいろんな方のですね協力で、ヨーロッパみたいに一度家建てたら、7世代使えるというのがですね実は日本にはなかった。逆にですね毎世代作り変えるようなそういう法律にこうなってました。それを作り変えました。そういうこのハード編家からそれから家だけではダメです。都市全体がですね何世代も使えるようにするにはどうすればいいか、地域全体で資源自立するにはどうすればいいか、その設計の話がハード編、地域づくりの1です。で地域づくりの2というのはですねお金です。いろいろ金融問題がいろいろ騒がれています。アメリカやヨーロッパじゃ例えばアメリカですとウォール街にですね若い人が、どんどんデモをかける。あれはなぜか、日本の学生は何ら反応しないと。この不思議さですね。例えばそういうことも閉じながらですね日本のお金で日本の資産を作れるか作れないか、こういう金融政策の話です。でこれは実は勝手に言ってるだけじゃなくていろんな省庁ともうすでにいろいろ話してきてる。だけど日本のある事情でですねそれが先に進みません。でそういう話を今日前編でお話しとかないか。で丸の5は政策ツールと言われます。どうやってですね具体的にちっとも動かない日本のあるいは北九州もそうかも分かりません、できない理由があるんです。でそのできない理由をですねどうやって超えていくのかというようなですね道具をどうやって作っていけば、こういう話をですねずっといろんなところでお話をさせていただいています。で前回こういうつもりでずっとこう行こうと思ったんですが実は1回目の議論で皆さんが質問のディスカッションの中で
非常にこうあの基本論からのですね、まあ、議論を求めているということが分かりました。例えば人口が減少します。で、今1億2600万で、40年後に9000万がある。それからあの今世紀末にはですね、もしかしたら3000万とか3500万までになるかも分かりません。江戸時代の人口です。日本全部の人口がですね。で、今の視点から言えばですね、経済活動力が落ちるからどんどん子供が生まれるようにしましょうという政策をわわ言ってますが、あの質問がどの中からあったようにですね、後の世代の価値観から考えたら本当はそうじゃないんじゃないというような意見もですね出ました。まあ、そういうことも含めてですね、基本メニューからちょっとやらないかなと思いまして、急遽今日の講演の中身を変えました。それで僕は一方的に話すのは全然辛くはないんですが、途中でやっぱり10分ぐらい休めというようなお話もありましたので、必ず10分間休憩取るようにいたします。で、確かに未来予測、近未来予測っていうのはですね、重要な テーマなんです。で、私たちはこう考えて2050年を設計しましたというようなことをですね、知識をこう簡単に伝えるだけじゃ多分ね、ダメだと。で、考え方そのものを多分皆さんにですね、理解してもらわないかんのやないか。例えばですね、今からお話しますが、これは昭和17年ですから、6、7年前ですか、国土交通省にですね、2030年の日本の在り方を検討するシナリオ作成に関する調査報告書ってあります。で、ここにポストイットつけてるところにですね、こうメンバーが出てます。で、なかなかいいメンバーが集まってましてね、もちろん私もいるんですけど、例えば最近有名なとこじゃ原発事故が起こって、いつもテレビで出てる飯田哲夫さんとかですね、食料計画の加田さんとかですね、京都大学の総合研究所の河合先生とかですね、まあ、そうそうたるメンバーで、2030年どうなっていくかと、まあ、いうようなことを予測しました。で、結論から言いますとですね、大体予測通りに物事が進んでます。つまり悪くなる、いいことなんかちっとも起こらない。で、その時にこの資料で言いますとですね、途中からですね、将来予測をどうするか、未来予測データブックっていうのがあります。で、これお回ししてますからちらっと見てください。例えば資源、エネルギー、それから水、それから食料、生物多様性、人口、こういう問題をどうやって予測していくか、そこから何が起こっていくかというようなことをですね、当時国土交通省がまとめました。これはざらっと言って全総というのがあります。全国総合開発、あれが中心になりまして、大木大臣の時にですね、で昔の国土庁、国土計画局が、これから何をするかという時にですね、これをやったんです。で、中で詳しくご覧になると、例えばですね、アメリカ、日本以外の国はみんな政策局を持ってます。今日本でも国家戦略室を作ろうかとかなんとかわわ言ってますが、世界中あんなの当たり前です。どこの国にもですね、大統領には少なくとも3つのシンクタンクがある。政党にも3つや4つのシンクタンク必ずある。この国だけはなぜかっていう理由もありますけどね、なくなったんです。1992、3年ですか、グローバリゼーションの横領ってですね、昔は日本総研とか三菱総研とか野村総研にですね、こうそういうシンクタンクの機能する役割があったんですが、そういうものも全部なくなりました。国家的にもですね、昔は内務省と言いましてですね、国内の政策をやるそういうきちっと組織がありましたが、それも解体されました。だけどこれご覧になると分かりますが、途中にペンタゴンってアメリカのですね、参謀本部があります。で、参謀本部はですね、いろんな研究やってましてね、例えば水不足が原因で、あるいは気候変動が原因で、いつ頃どこで戦争が起こるかっていうこと、例えばそういう予測をですね、全部やってます。お回ししますので、ざっと言ってください。で、我が国はこういうことはやりません。で、予測といえばですね、予測の方法は